すごいだろ、こんなことまでできるんだぜ。ハッカーの力が現実世界でも使えるようになってるなんて。これでも誰にも私のことをバカにはさせない。どうだ、自分たちがいたぶってきたやつに。やお前らの否定した私の現実がお前らの現実を壊すんだ。あ、最高だ、こんなことってあるか。ほら、お前も出してみろよ。じなんだ、まだできないのか。そうだ、忘れてたよ、勝手に檻から出た。なんで出て行っちまったんだ。俺がすぐ助けに行ったって。何のことかわからないって。俺の気持ちに少しも気づいてなかったんだろう。こうすりゃちょっとくらい身に染みるだろう。俺のああ、ダメだな。そんなんじゃお前やっぱり失格だよ。でももういいんだ、これからは俺がお前になってやるよ。うわぁ、君がすごいだろ、アバターを操作したら現実でもお前になれたんだぜ。彼のアバターを盗んだ犯人はやっぱりお前だったんだね。何のために彼になり変わろうとするの？なり変わる？何のことだ？だってもう俺がお前なんだぜ。俺たちは一緒だ、俺がお前だ、俺こそがお前なんだ。君のデジモンが。なんだ、やればできるじゃないか。そうじゃなきゃお力ずくで取り返してみろよ。できるもんならさ、俺がお前になってやるよ。無理は禁物だ。そんなもんか。それじゃ、リュウジ下がってろ。どっちが本物かなぜわかるってか。Yeah.
フーディエ、なんでお前たちはいつも俺たちの邪魔をするんだ。どけよ。そこに立つのはお前じゃない。消えるのはお前だ。なんだそれ。キーキーうるせんだよ、三下。いいから。どっちが三下か思い知らせてやるよ。邪魔なんだよフーディいいぞ、やれ、アルカディモン。デジモンを吸収しただと？どけ。なぜ逃がした？バカ野郎が。あ、エリカが待ってる。待っちゃいないさ。あいつは行ってしまうんだ。俺はもう疲れた、エリカの兄でいることに。だが千歳をあんな風にされた落とし前だけはつける。エデンにいるハッカーを一人残らず消してやる。リュウジ？何も言わなくてもいいよ。ワームモンを通してお兄ちゃんが言ったことも全部。エリカ。いいの。もう分かっていたことだから。君はお兄ちゃんを止めてハッカー狩りなんてしたらウーディエがエデンにいられなくなっちゃう。エリカ、リュウジと話をしなきゃダメだよ。千歳を救うのも大事だけど、それはあんたには隠せないね、ワームも。そうだよ、これはただの逃げ。でも、もう逃げない。あんたは、彼についていてあげて。もうすぐ、だから。待ってて、お兄ちゃん。私は、消えない。こんなのデジモンバトルじゃねえ！何なんだよ、お前！やめてくれ、もう降参する。だから、あ、俺の。リュウジ。どんどん様子がおかしくなっているみたい。そのようやな。あの男はあちこちでハッカーを飼っとる。ザクソンやデモンズ、どこのチームかなんてお構いなし。てっきりフーディエがわっちらに敵対し始めたんかと思うと、どうやら
おかしいのはあの男一人のようどすな。リュウジは千歳を失ってから変なの。こも、アンさん、手貸しなはれ。これ以上あの男にエデンを好きか、あんたらもこのままにはしておけへんはず。奴を捕まえるのは一筋縄ではいかん。追って連絡する。店で待ちや。